0番系統循環線 JR 安城駅、停留場4番系統高棚線7番系統、佐久野線9番系統電パーク停留場アンクル。バスは愛知県安城市で運行されているコミュニティバスである。2000年、名古屋鉄道が新安城駅、安城駅と高棚を結ぶ名鉄バス安城、高棚線の廃止を表明したことから、安城市は安城、高棚線を引き継いで、 自ら運営することを決定。安城、高棚線を引き継ぐ高棚線に市街地を循環する市街地線を加え、東進運輸に運行を委託して、同年10月から試験運行を開始した。2001年10月には、四北部の新安城駅から佐町、柿崎町までを結ぶ北部線の試験運行も開始し、またこれまでの月曜運休から毎日運行に切り替えた。 2001年9月には、バスの名称が公募の結果、安城をくるくる回るという意味から、アンクル・バスに決定した。2002年5月からは、厚生病院の郊外移転に伴い、市街地、高棚線のルートが変更された。同年10月には、新安城駅、安城駅方面から東端を結ぶ名鉄バス路線の補助を打ち切って、市運営に切り替えた。また同時に、 これまで運行されていなかった南西部の桜井、藤井町方面の路線も新設し、南部線と桜井線が開通した。2003年4月からは、東別所から安城厚生病院、東刈谷駅を経由し、新安城駅まで行く東西線が開業した。東刈谷駅は初めて市外に設置されたバス停となった。 東西線は1便あたりの利用率が31.2人と全系統のうち最高となったが距離が長いため運行本数が少なく東は東で西は西での利用が多く東西を通しての利用が少なかったため2004年10月から東西を分割し東部線と西部線とした2009年10月には運行形態の見直しを行い系統を7から12 本数を40本から73本から増やした。左右回りを採用し、系統あたりの1日6本を確保した上で、人口が多いもののルートから外れていた、石橋、岩田団地、柵野町と高架化工事が完了した桜駅をルートに組み込んだ。これにより、柵野線、桜井西線と市街地を巡回する、循環線が誕生した。また、運行事業者から、 名鉄バスが撤退し、新たに大和が参入した。壁南市のクルクルバスが、江ノ木前町に、江ノ木前バス停を設け、アンクルバスとの乗り継ぎを始めた。2014年10月には、安城市民で75歳以上の高齢者と障害者、手帳所持者が同乗の海添人1名を含め無料となったほか、運行事業者に名鉄バスが再び参入し、 担当する、循環線で交通系電子マネーが利用できるようになった。また、全路線の運行形態が見直され、東海道新幹線以北を運行する路線は、JR 安城駅を、南部を運行する路線は、安城厚生病院を運行拠点とした。市街地線を安城線に解消したほか、南部線で、北南市の北南市民病院、東部線で、 岡崎市の鵜道駅への乗り入れを開始した。2017年10月には運行事業者から大和が撤退した。これにより、名鉄バスの担当となった西武線と佐久野線が交通系電子マネーの利用可能路線に加わった。2018年10月1日から、循環線左回りが保健センター、安城警察署を経由するようになった。現在、東進運輸。 対抗タクシー、名鉄バスの3車によって重0系統が運行されている。一乗車100円を降車時に支払う。未就学時は無料。車内で1ヶ月定期券を1000円で販売している。名鉄バスが担当する、循環線、西武線、柵の線の運賃は、マナコなどの交通系電子マネーで支払うことができる。安城市民で75歳以上の高齢者と障害者、手帳所持者は、 同乗の買い添え人1名を含め無料。2009年から自動車運転免許を返納した安城市民に2年分のアンクルバス無料乗車券を発行している。1日あたりの運行本数は、循環線右回り15本、左回り19本、高棚線、東武線各14本、北部線13本、桜井線、南部線、桜井西線12本、安城線。 西武線、佐久の尖閣7本となっている。年末年始を除き、毎日運行されている。安城七夕祭りが開催される8月第1、金曜日から日曜日までの間、JR 安城駅周辺で路線の一部に変更がある。2010年度からバスロケーションシステムの運用を開始している。運行情報画面が、2014年度から JR。 安城駅と安城厚生病院のバス待合所に2017年6月からアンフォーレの1階ロビーと停留所に設置されている。中日新聞長官西三川総合版 P25 中日新聞長官西三川版西三川 P20 中日新聞西三川版西三川 P18 中日新聞長官西三川版西三川 P20 広報案上2002年4月1日号24ページ、中日新聞長官西三河版、P26、中日新聞長官西三河版、P16、中日新聞長官西三河版、P26、中日新聞長官西三河版、P18。ありがとうございます。